皆さんお疲れ様です。時に。ランクバトルシリーズ中には、金糸宮伝説ポケモンが2匹使用可能なルールとなっています。採用枠が増えたことから、対戦環境に金糸宮伝説ポケモンはさらに増加しており、使用率ランキングの方も、過去最大に金糸宮伝説ポケモンたちで賑わっています。しかし、そんな金糸宮伝説祭りであっても、やはり150位以内に入れない、不人気なポケモンもいるわけです。という話を、過去にこんなサムネの動画でしたので、こちらの動画も見ていただけると幸いです。再生数的にも。まあしかし、前回はシリーズ8のお話でしたが、今回はシリーズ12の、シーズン27、28、29の、シングルとダブルで、合計6つのランキングについてのお話です。この中で使用率150位圏外を経験した、不人気金糸宮伝説ポケモンは、10匹が該当します。シリーズ8の時は15匹でしたから、金糸宮伝説が2匹になったおかげで、救われたポケモンもいるようですね。で、圏外経験者が10匹と言いましたが、そのうち2匹は、コスモップとコスモウムなので、この2匹は例外としましょう。言うまでもなく全て150位圏外なので、除外して特に影響はないです。ということで、コスモップとコスモウムを除外した上で、150位圏外の地獄を見てきた、面構えの違う金糸宮伝説ポケモン、8匹をご覧ください。ではまず1匹目。6つのランキング中、圏外が2つありました。ブラックキュレムです。シリーズ8では圏外数が1で、シリーズ12の結果がこちら。圏外数が増えてしまい、シリーズ8より成績は悪化してしまいましたね。シリーズ8同様、やはりダブルでの成績はいまいちなようです。金糸宮伝説の採用枠が増えたので、大体は成績が上がっているのですが、ブラックキュレムはいまいち需要が上がりませんでしたね。ブラックキュレムでこの調子だと、シリーズ8で全て圏外を記録した、通常キュレムの行方はどうなってしまうのでしょうか。続いては、圏外が3つあった金糸宮伝説ポケモン。ジガルで、10% フォルム、特性スワームチェンジ個体です。シリーズ8では圏外数が5つありましたが、シリーズ12では3つに抑えてきましたね。成績は向上したと言えますが、使用率データを見ると、ヘビにラミア身代わり、気合のタスキを駆使して、スワームチェンジを発動させて戦うようなので、主な戦法は過去と一緒なようです。しかしヘビにラミの採用率が上がっているようで、金糸宮2匹の枠でも、サポート役としての側面を持っているようです。素早さが高く、地面タイプも麻痺にできる役割は長所ですね。続いては、圏外が4つあった金糸宮伝説ポケモン。ネクロズマ、暁の翼です。シリーズ8は全て圏外でしたが、それがシリーズ12はダブルバトルで2回150位以内にランクインしています。全圏外から這い上がってきたポケモンで、金糸宮が2匹使えるので、ダブルバトルでトリックルーム構築に入れやすくなったことが要因でしょうか。使用率データを見ると強制ギプス持ちが多いシーズンもありましたね。黒い鉄球持ちと合わせた構築が多かったのかもしれません。しかし黄昏の盾神との格差は相変わらずで、人気は明白ですね。さて、紹介する金糸宮伝説ポケモンは、あと5匹なわけですが、残りの5匹は、6つのランキング全てで圏外となっています。金糸宮伝説を2匹使えるルールにもかかわらず、150位に入れなかった面々を見ていきましょう。では、圏外数6の底辺、1匹目は、通常フォルムのキュレムです。キュレムはシリーズ8でも全て圏外だったので、筋金入りの圏外常連ですね。まあ、合体前のポケモンの宿命というやつでしょう。凍える風より威力が10高いだけの専用技、凍える世界の強化が待ち望まれますね。合体前の状態でしか使えない技なので。合体ごとの差別化点は、特性がプレッシャーであることなので、羽休めの没収がなかったら活躍の場があったのかもしれませんね。では続いての全圏外ポケモン。ジガルで、10% フォルム、特性オーラブレイクです。彼もまた、シリーズ8では全て圏外でしたね。安定のオーラブレイク圏外の風潮はこのシリーズでもあるようです。このジガルでは、ハイヨル一撃の採用率が増えており、異能を突く特攻ダウン攻撃を仕掛けてきます。ちなみに、特性オーラブレイクが発動し、ハイヨル一撃で特攻を下げれば、ジオコントロールを積んだゼルネアスのフェアリー技を、1.125 倍に抑えることができます。
リベルタルも特殊技が採用されるケースが多いので、オーラブレイクをより活かすために特攻ダウンの灰夜一撃が採用されているのかもしれませんね。では続いて、10% ジガルデ得れば、次は 50%、オーラブレイクジガルデですね。またもやシリーズ8で全て圏外のポケモンですね。このルールの禁止9枠増加で、ゼルネアスとイベルタルも環境に増えているはずなのですが、それでもオーラブレイクは需要が上がらないようです。仮にジガルデが、ゼルネアスとイベルタルのタイプ一致技を半減できるタイプだったら、需要が上がったかもしれません。その場合、鋼フェアリータイプになってしまうので、普通に強そうですが。まあ、対戦の方はスワームチェンジ個体に任せて、オーラブレイク個体は圏外から静かに生態系監視をしていてもらいますか。では続いて、ネクロズマ、通常個体です。ご多分に漏れずシリーズ8全圏外ポケモンです。キュレム同様、合体前の宿命を背負っているので仕方ない系ですね。合体後の姿と特性で差別化は図れず、ほぼ純粋な劣化個体となってしまうのが痛いところです。キュレムよりも種族値が低く、この個体での専用技もなく、ウルトラサンムーンパッケージも合体後の姿なので、禁止球伝説の中でもかなり不遇な個体なんじゃないかと思いますね。さあ、最後の全圏外禁止球伝説ですが、バドレックス、通常フォルムが該当します。言うまでもありませんがシリーズ8も全圏外です。まあ、彼はなんというか、いろいろ仕方ないかなって気がしますよね。ちなみに、シーズン27のダブルバトルでは、使用実績なしで、シーズン28のダブルバトルでは、持ち物データなしと、まともに使われていないシーズンが普通にあるようです。何も言わずに合体後の個体を使った方が良いでしょう。ということで改めまして、こちらがシリーズ12の開幕3シーズンで、すべて150位圏外だった不人気禁止球伝説ポケモンたちです。そしてお察しの方もいるでしょうがこの面々、シリーズ8、シリーズ12にとどまらず、禁止球伝説が使用可能なルールすべてで、一度も150位以内に入ったことがありません。これはもう、禁止球伝説が3匹入れられるルールにでもならないと、圏外脱出は難しいかもしれませんね。さて、そんな禁止球伝説の底辺は置いておいて。今回のシリーズ12は、前回動画でまとめたシリーズ8と比べ、圏外を経験したポケモンが5匹少ないわけですが、その5匹はお分かりでしょうか。まずは、ソルガレオ、ルナーラ、ナンテザマゼンタくんの3匹ですね。この3匹はシリーズ8で圏外数1だったのですが、シリーズ12では全て150位以内でした。しかし問題なのは他の2匹。そう、なんと、あのギラティナが全てのランキングで150位入りをしています。しかもオリジンフォルムもです。シリーズ8では、アナザーフォルムが圏外数4、オリジンフォルムは6つ全て圏外と、散々な結果でしたが、一体何があったのでしょうか。ではその要因を少し見ていきましょう。まずはアナザーフォルム。順位はこんな感じで、いずれも100位台の順位です。順位こそ高くありませんが、シリーズ8よりも好成績ですね。おそらくですが、ザシアンとの相性補完に優れ、大海王が性能も高い点が評価されているのだと思われます。高火力エースのザシアンなどを主軸に、耐久力のあるギラティナをサブの禁止球枠に入れる構築は、理にかなっていると言えるのではないでしょうか。ギラティナは単体よりも、サブで輝く性能のようですね。続いては、オリジンフォルムの方です。結果はこちらで、ダブルバトルでは2桁順位を取るなど、なかなかの活躍ぶりなようですね。特性が浮遊なので、地面タイプが弱点なザシアンとの相性補完がさらに良いです。また、ザシアンよりも速いクロバドレックスを、先生の影打ちで倒せる火力もあり、ザシアンのサイドキックとして優秀な人材なようですね。アナザーフォルム同様、サブの禁止球伝説として優秀であることをこのルールで証明した模様です。ザシアン人気に引っ張られている感はありますが、過去のランクバトルシリーズと比べれば大躍進の結果でしたね。あんまりネタにできなくなりそうですが。ということで、以上がシリーズ12のランク圏外禁止球伝説ポケモン特集でした。と言っても、シリーズ12は7シーズンあり、2022年8月のシーズン33まで続くんですよね。まだ折り返し地点付近なので、不人気の伝説ポケモンが150位に上がるチャンスはまだありますが、逆に7シーズン、すべて圏外となれば、
それはそれで伝説になるので、見てみたい気はしますね。先ほどの5匹にはこの記録がかかっているので、1匹くらいは達成することを願っています。ということで、今回はここまでです。ここまでご視聴、ありがとうございました。他の動画も、ぜひ見ていってください。それでは、